やってきました、食堂かつみ。こちらね、静岡県枕原市にあります。ここのね、とんかつが美味しいと聞いたんでやってまいりました。はい、こちらが入り口。それではね、行ってきます。食堂かつみさんね、店内入ってきました。店内はね、カウンターがあってテーブルがあってね、すごくね、なんか昔ながらっていう感じね、こだわりのとんかつ屋さんっていう感じです。メニューはね、こちらね、カツ定食、上カツ定食、トンテキ定食、メルカツ定食、ビスカツ定食、ハンバーグ定食、焼肉定食、唐揚げ定食、チキンカツ定食、エビフライ定食、イカフライ定食、ミックスフライ定食、魚フライ定食、コロッケ定食、野菜炒め定食、まあ基本は定食はいっぱいですけど、あとはカツ丼、ビーフステーキ定食、あとはカツカレー、カレー、チキンライス、オムライス、チャーハン、スパイシー、いや全部美味しそう、全部食べたい。どうしようかな、いや悩むな、カツ定食と上カツ定食ってどうしようかな。カツミさんだからね、カツだよねやっぱり。はい、すいません、このカツ定食と上カツ定食の違いって何ですか。あ、上カツは大きいってこと。そうです。わかりました、はい、上カツ定食いただきます。はい、作ってください。お願いします。お茶だよ、お茶、めちゃくちゃいい色してるねこれ。さすが牧之原、牧之原のお茶でございます。いや濃くて美味しい、いや香りもいいねこれ。いや本当に美味しいこのお茶。はい、おしぼりはね、布タイプのあったかいやつ。いいね、あったかいタオル。カレーが500円でカツカレーが700円ですよ。これは安いね。カツ丼も700円、スパゲティ500円ですよ。スパゲティ500円気になっちゃうねこれね。でもね、まあ、あんまり食べれないね。今日は上カツ定食です。今ね、厨房の中を見たらね、ご主人様がね、とんかつをね、一枚一枚というかね、僕が頼んだとんかつ一枚ね、パン粉漬けしてました。一枚一枚丁寧にね、パン粉漬けしてから揚げるんですね。すごい丁寧な仕事をされてます。もう大体ね、いろんな店はね、もうとんかつはパン粉漬けしてあるのもね、まとめてね、それをただ揚げるだけっていうところも多いですけど、その場でパン粉漬けして揚げるっていうのもすごいね、新鮮な肉をね、その場でね、鮮度もいいしね、美味しいし、こだわりのある証拠ですね。かつみさんすごいですよ。うん、ちょっと今感動しました。それこそあれじゃないかな、9月に行われるね、将棋の王位戦、藤井聡太五段に食べさせたいとんかつでもいいんじゃないですか。まあここのね、かつみさんはね、もう以前からね、まあ美味しそうだなと思って、まあここもずっと来たいなって思ってた店の一つで、まあ今日たまたまねこっちの方に来たんで寄らせていただきました。いや、これてよかったな。あとはね、どれだけとんかつが美味しいか、もう美味しいですね、絶対。手作り料理ですからね、美味しくないわけがない。これ今、お昼前の11時半過ぎですけどね、こちらはね、一人で食べに来るお客さんが非常に多いですね。カウンターに4、5人ね、一人の男性の方がいますね。まあ女性向きっていうよりも男性向きって感じですね。昔ながらのとんかつ屋さんって感じ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、来たよ来たよ。一応とんかつ定食ね。いただきます。ほら、こんな感じね。熱いね。はい、味噌汁から。おう、熱々。味噌汁はね、ネギと豆腐。
非常にシンプルで美味しい味噌汁です。はい、トマト美味しそう。本当にとんかついただきます。あ、ソースはね、これケチャップとソースと混ぜたあれか、カクテルソースみたいな感じね。うん、うまっ、うん、うまっ、柔らか、うまっ。ここのとんかつマジで最高。まあなぜかというとね、このパン粉見て、パン粉これね、とんかつ屋さんのね、チェーン店だと衣だらけで、ね、重たいんだけど、この衣の仕方が最高なんですよ。薄くしっかりついてるやつね。まあ細かいパン粉を使ってると思うんだけど、それが最高なんですよね。もうね、粗いね、もう粗いパン粉僕はあんま好きじゃないんですよね。この細かいパン粉でしっかり揚げてある、これが最高に美味しい。これが最高に食べやすいんですよ。なかなかないですよ、こういうとんかつ屋さんは。しかもね、このしっかりついてるじゃないですか、パン粉が剥がれずね。この技術もすごい。相当美味しいですよ、ここのとんかつ屋さんは。辰巳さんね。うん。うまっ。うん。これはうまいね。本当にうまいわ。キャベツはね、ソース、はい、キャベツいただきます。ただ塩をつけてみようかな。うん、うまい。すごいな、衣はしっかりね、離れずついてるって、これすごいね、職人技。とんかつ屋さんでもね、ペローンと離れてるお店あるんでね。うまいな、ご主人天才的。はい、漬物。うん、うまい、うまい、自家製の味。はい、サクワグン。はい、ごちそうさまでした。本当に美味しいとんかつでした。本日は静岡県牧之原市にありますとんかつ克美さんからでした。皆様もぜひ来てこの美味しいとんかつを食べてみてください。バイバイ。